松村昭人は医師、元厚生官僚。旧万州生まれ、山梨県出身。薬害エイズ事件当時の厚生小生物、製材課長。1985年8月、血友病患者ら3人が、危険な非加熱濃縮製材の市場からの早期回収を製薬会社に指導する、要陳情するため、松村課長を訪れた。これに対し、同志は、それはできない。 非加熱製剤がべて汚染されているとは限らない。厚生省が指導すれば製薬会社は従わざるを得ず、企業に損害を与えてしまうと述べたとのことである。また、当時、不当液入りのワインが市場に出回り大騒ぎとなっており、患者たちがどうしてワインは回収できて、非加熱製剤はダメなのかと詰め寄ると、同志はワインは一般国民が飲むが、 凝固因子の使用者は限られているからと答えたという。薬害エイズ訴訟において、加熱製剤認可後も危険な非加熱製剤の回収命令を出さず、被害を大きく広げたことにより、特に患者2名の死について、業務上過失致死罪に問われ被告人となった。ただし、うち1名の1985年5月から6月に投与された部分については、 その当時では結果回避義務は否定され、無罪とし、1986年4月に投与された患者1名に対する分について有罪とされた。なお、当時の役務局長だった小林紗天や事務次官らは不起訴となっている。ありがとうございます。